右手の動画出した時に、うん、すごい嬉しいコメントが来てたから、ああ多かった ね、 ね、ちょっと読み上げさせてもらいます。平井博明のワンナップゴルフ。この前上司と練習に行って、うん、騙されたと思って全力で右手で打ってくださいって言ったら、狙った方向にまっすぐしか行かなくて、え、なんで、え、って混乱してました。なんか悪いことしてしまった気になったので、忘れてくださいって言って帰ったんですけど、なかなか面白かったっす。やっぱり右だなって確信しました、うん、ちなみに上司はもう忘れてるっぽいです、うん、会社では笑われて異端児扱いされてますが見返してやります、うん、っていうコメントがあって、まあどんどんあの右手使っていただいて、うん、ぐんぐん追い抜いていただいた方がいいですね、うん、これ何がウケるって、うん、この人、うん、この人はアッパーだと思うんだけど、うん、アッパーじゃない人に実験して、うん、検証してんだよね、右なのか左なのか、うんうんうん、そうだよね。やばくね。ほんでさ、人で実験してさ、右でさうまくいってさ、右手で自分は確信してさ、人に忘れてくださいっていう、なかなかだなと思ってなかなかないよねいやすごいなと思って、うん、その人じゃないからね、違う人で実験してるからね。そうね。いやすごいなと思って、これあのね、もう一個あったんだよな、そういうの。ゴルフは左手だって言い切る友達に、左手で5球、右手で5球ってもらって、うん、どっちが再現性高いかやらせたら右手だった。この人もさ、人で実験するんだよね。ほ、うんでさ、これ何が悪いって、左手だって言い切ってる人に、実験したら右手の方が再現性高いって言うんだから、うん。もうね、これはね、俺たちが言ってるっていうか、うん、もうあの、アッパの皆さんが、うん、アッパじゃない人って実験して検証してるから。そうだね。証明しちゃったから。右だって左手をやる理由が本当に明確かどうかだよね。ああで、そうやって全くワンナップゴルフを知らない方が、例えば片手打ちだったり、うん、右手の押し感を強くしてってやって、うん、いいショットが出た事実を、うん、まあやり続けなくていいけど、そういう事実があるっていうことじゃない。そうだね。まずそこがポイントで、うんうん、ですごく気になるっていうか、いいなと思うのは、うん、その場ですぐできたってことでしょ。そうだよね。そうだから、ボールに向かわせる仕草に難しいことってないの、うん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 、ボールを飛ばす技術の中にその難しいことはなくて、はい、いじる技術の難しさもあるけど、あ、そう、意図した球を打つ難しさって本当はないんだよね、うん。だからノーマルに引きつけてとか、そういうことを入れた時点でもうノーマルからは相当遠くなるし、難易度も相当上がる。だから右で打ってそれだけすぐ当たる。しかもあれだもんね、この見てる方たち失礼だけどプロじゃないだろうから、知り合いに聞いて、そう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 、こういう感じだもんね。レッスンに来てじゃないもんね。それでそんなね、すぐ結果が出るってことは難しいことやってるとは思えないんだよね。だからそれだけ簡単なことなんじゃないかなって本当はね、うん、俺は思うんだけど、何よりこうね、アッパーの人たちがあの証明してくれたのがすごい嬉しかった。あ、それはめっちゃ嬉しいの、ね、もちろん自分でやってるんじゃなくてさ、他の人に言ってやらせてみたっていうのが、そうで、ご本人がトライしていただいてること自体が嬉しいのに、うんうんうん、またその次に、ね、うまくいっちゃってるんだからね、間接的にね。そうだ、それが嬉しいよ。いや嬉しいし、証明しちゃったなと思って。そう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 、なかなかだってそんなことってないよね。ないね。そういういいコメントもあれば、うん、悪いコメントもあって合ってる合ってないの話とか、そういうコメントもあったんだけど、うんうん、その最新理論がどうじゃらこうじゃらって、うん、理論やらない人だからね、そもそも。そうだね、うん、だからどんな理論をやってどういうミスが出たのか知らないけど、とにかくこういうミスが多すぎるから、それをフォル君と俺はふざけて最新理論って言ってるだけであって、別にそこに意味はないから。意味ないし、それが最新理論かどうか俺らは知らないし、そうちゃんと説明してないってかできないしね、分かんないからね。そうだから、うん、そんなのはどうでもいいことだから、うん、ふざけて言った、アッパーの方なんか、あ、またふざけてるって分かってくださるんだけど、そうだね、そう、法律狩りの方は何こいつ言ってんだって思っちゃうかもしれない。だから別にそこは言われたってね、なんともないんだけど、仕方がないね。そうだから本当に楽しんでいただける方だけでいいし、うんうん、でとにかくこのうちのチャンネルっていうのは、引きつける一瞬の左手っていうのは別として、うん、まあ本当に動きを加える動作だったり、力スピードっていうのは右手で行った方がいいですよっていうチャンネルなんで、うん、
からその動きっていうのは本当に難しいものではなくて、単純にクラブヘッドを押せてるかどうかっていうのがすごく重要になってくる。レッスンでも言われたんでしょ、他のチャンネルとの違いっていうとまた怒られちゃうけど。そう、これはあの別に悪口とかそういうバカにするとかじゃなくて、お客様が感じたこととして、他のチャンネルは難しすぎるということとか、うん、実践感がないそのお客様の感じたことだから、それを例えばやって自分がコースでそれをやって成功させるイメージが湧かないんだって。難しいからね。そう、難しいから、うんうんうん、で現実的ではないっていうことをすごく言ってて、新しいその今流行りの内容のことをやって、なんだろう、そういうことも新しいことまで知ってますよと、あ、うん、いう感じが強くて、うん、見なくなっちゃったりとか、チャンネルもね、他のチャンネルを、うん、ワンナップゴルフは派手でもないし特別なこと言ってるわけじゃないんだけど、うん、やればできるしできそうなことも多いし、うん、実際に練習場でやったりコースでやった時に、うん、すぐ結果となるっていう球筋が他のチャンネルより多かったし、うんうん、あとは褒めてくださったことも多かったんだけど、本当にそれを自分で試合でやってきたことを言ってるなっていう感覚がすごく伝わってくるって言ってくる、うん、あ、そうなんだね、うん、だそういうのは嬉しいよね、うん、あとあのすごい本質すぎて笑っちゃったんだけど、うんうん、クラブがどう動いたかっていう話。そう、クラブがどう動いたかがゴルフの理論だっていう、うん、だから体じゃないんだよねっていうすごいね、それすごいですねって、それ気づけるのね。そう、ワンラップゴルフはそれをふざけたように言ってる、毎回動画で言ってるんだけど、うん、クラブの動きですよと言ってる言ってる、それを俺が言われたって言うんだから、そうすごいよね。いや、それがね、分かってんだなと思って、うん、すごいなと思っちゃったね。そう、そうだから、ごもっともだなと思って。そうだよね、うん、俺たちがいつも言ってる、どういう入社にしようと思ったら、うん、結果として体をそう動かすしかなかったっていうのを、うん、あの正確に理解してくれたから、そういうふうな言葉が出てくるんだよね、うん、そう、だからクラブを持たなかったらその理論は理論じゃなくなるんですよねって言ったんだからそれはそうだね、そうですよねって、うん、すごいね。ってことはクラブを持たないと理論じゃなくなるってことは、やっぱりクラブなんですよねっていうわけあ、そうですねって、すごいね、本質が分かってらっしゃる、うん、すげえなと思った。でも来なくても上手くなるね、もちろん分かってたら。そう、本質を知ってるから。そうだよ ね、うん、あ、だから、あ、こういう人なんだなと思った。そうだね、あ、あのポンポンポンって言っちゃう人って、うん、でもそういう人一人じゃないもんね、そうやって言ってくれるの。全然一人じゃん、何人もいいんでしょ。そう、すごいね。だからそういうところにたどり着いてワンラップに来てくださったのかなってこう思っちゃうところもあるよね。そうだね、うん、ありがたいけど、ありがたい、すごい。やっぱりあれなのかな、他のチャンネルとか雑誌っていうのは、うん、新しいことやんないと売れないからさ。まあまあまあ、それもあるでしょうね。伸びないじゃんだって、うん、でもね、新しいことって1年以内とかだと思うんでね、うん、それを実践はできてないと思う、1年以内だったら。あ、そうかそうか。そう、だからそれを完成させて試合に出るまで何年かかるかって話だから。そうだね、確かに、本当だ。だから説得力というか。そうか、そう、それはないよ。そうだね、知ってるだけで。ああ、そうだね、うん、そうだよね。だって身につけて実践して結果を出すまでの時間がないでしょってことね。そう、新しいものだから、うん、そう、はいはい、1年以内なんだから。そうだね、うん、だからそこはワンラップゴルフでは絶対やらない内容のレッスンだからね、うん、そうだね、あ、そんな無責任。でもあれだね、そう考えるとやっぱり新しいことやらないと伸びないってことは、うん、あのほらワンラップが伸びてないんだから、うん、だからそれが正しいってことになっちゃうね。YouTube ではYouTube ではそうだね、ワンラップはそう伸びないんだから、うん、新しいこと言わないから。確かに、うん、そうだね、それが正しいってことになっちゃう。そうそう伸びてないのか、あの証拠になっちゃう。間違いない、本当だよね。そうです。でも伸びちゃうとこれ今までのが全部嘘なことになっちゃう、逆に。そうだそう、だからいや本当そうなん、そうだよね、うん、でも本当に俺の意見俺一人だけでもいいんだけど、うん、でその理由として、うん、プロになれたし、60代出せたし、うん、20代も出せたし、うん、それでも間違っててでも出たんだから俺はそれでいいと思っちゃう。あ、そうなんで。そうで、やってることは俺がゴルフ始めた30年前と一緒だった今日まで今までね。そうだから理論も進化してないわけ。
俺は。そうだね。そう、本当にシンプルな、うん、もう本当泥臭いことしかやってないというか、うん、ただそんだけ言うんだったら、そんな簡単なこととかって言うんだったら今すぐ誰でもできるはずなんだよね。うん、それができないから、だから理論が当たらないんだから。今回はそんな話でした。うん、結局いつも動画が寄るんだよね。筋寄りに、本筋寄りに、ワンナップの本筋寄りに寄っちゃうんだよね。いや、そうです、うん、本当本当本当。だから言い切れることというか、うん、クエスチョンでは話してないってことは間違いないわけよ、うん、ちゃんとやっぱり自分がやってきたことで確信を得てるものっていうのを発信していきたいっていうのは、うん、もう相当強い気持ちだ。あとこの動画、皆さんへの感謝の気持ちも、いや間違いないですよ本当に。最近視聴回数とかチャンネル登録者数がすごく増えてきてですね、本当に登録も僕も嬉しい気持ちしかないんですよ。本当に本当にありがたく思ってます。ありがとうございます本当に。やっぱりこの YouTube がこうどん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 ワンナップゴルフが大きくなってきて、どうしようこうしようっていうつもりもあんまりないんですけども、まあ本当に見ていただける皆様に特別なことができたらなとは常に思っております。ゴルフで何かができるかって言ったら、やっぱりワンナップゴルフだったらレッスンとかですね、あとはあの大きいコンペを開かせていただいたりとか、あと何かミーティングみたいな感じで集まってお話ができればっていうことをあのまあできたらなっていう、将来的にですけどもあの考えてます。本当に伝えてることっていうのは本当にシンプルなもので、あの路線は外れてないと思ってるんです。常に同じことを言い続けてるつもりなんですけども、なんで あのあまり複雑なことで頭を抱えないでいただきたいんですよ。で本当に駆け込み寺的なものでもいいので、迷ったら、スイングに迷ったら、ぜひ一旦ワンナップゴルフに来ていただいてですね、頭の中をこうリセットしていただくだけでもいいと思うので、今日のお客様もそうでした。ご自身で、私は逆ですねって言ってました。そう、逆でもいいんです。あの、どっちでもいいんですけども、物事にやる順番があって、それが正しければ必ず当たるようになります。今日の方ももちろん当たるようになりました。はい。で、昨日なんかも横浜から来られてる男性の方も、まさかボールだけ直して茨城まで行って帰ってこないよねと、お家の方に言われたみたいなんですけども、間違いなくボールを直させていただきました。それだけで当たりました。ボールの位置ずらすだけ、間違いないです。2時間横浜から来てボールの位置です。もちろん他にも言って、ご本人がこんなアイアンの音聞いたことないっていうぐらいいい球を打ってました。そういう音とか球筋っていうのは僕はいじれません。はい、ご本人の実力でございます。はい、なのでそういう嬉しい出来事が本当に多いので、あの興味を持っていただけましたら、ぜひワンナップゴルフのレッスンに来ていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。